やあみんな、あほ、待たせたな。やっはろー、夢の国からやってきたよ。ということで、イブやっていこうかな、あほ。前回の続きはね、メアリーをね、ぶっ殺してやったんだ。はは。ここは最初に来た美術館のようだね。怖いな、何が来るのかな。まさか戻ってきたんじゃないの。あ、でも絵が変わってる。ほにゃららの世界、一度入るともう戻れないトロピカルワールドなんて言っちゃってね。おや、何この大きな絵、エドラゴトの世界。ねえ、この絵の場所、本当の美術館じゃない。もしかしてこの絵に飛び込めば元の場所に戻れるのかも。でも絵に飛び込むってどういうことかしら。わ、何？おい、グーフィー、何したんだよ。見て、ビブ、額縁が今ならいけるかも。おい、マジか。やった、本当に晴れた。ほら、イブも早く。イブ、イブどうしたの。ほら来てごらんなさい。イブ、イブ、イブやっと見つけた。それ無理だ。もう探したのよ。ダメじゃないか、勝手にこんなところまで来たら。ほら、お父さん向こうで待ってるわよ。行きましょう、イブ。イブ、何してるの。早く来なさいよ。イブ、知らない人について行ったらダメよ。何回も教えたよね。ほら、怖くないわよ。大丈夫だから。イブ、お母さんの言うこと聞けないの。知らない人について行ったらダメ。もう二度とお父さんとお父さん、お母さんとお父さんやんなくなっちゃうわよ。イブ、ほら、引っ張ってあげる。え、待って、どっちどっちどっち。だから、おいで。だから手を出して。え、どっち。イブ。え、待って待って待って。いやー。お前ら二人とも、敵っぽいな。なんかどっちみちバッドエンドなんじゃねえか、俺。とりあえずギャニーを掴むかな。何をしていたのか思い出せない。そこには自分がいた。アテナの世界、難しくて読めない。あれ、グーフィー、あれ、来た？まさか。え？嘘だろ？おい、グーフィーどこ行ったよ。あのワンコロどこ行ったんだ。おい、ちょっと待てよ。ここ最初の部分じゃねえか。てか何やってたか思い出せないと、お前記憶なくしたのかよ。おい、待てよ。あれ？お母さん？あれ、お前どこ行ってたんだよ。ちょ、セーブすっか。3番にセーブさな。おい、誰かいねえのか。嘘だろ？あ、ギャリー。何かよ、お嬢ちゃん。おい、お前、私のこと忘れたのかよ。何を見てんだよ。え、何って、このバラの形の像だけど。なんかこの像を見てるとさ、すごく切ない気分になるのよね。なんでかしら。って急にこんなこと言われても困るよね。あは、今のは気にしないで。あは、それじゃあね。おい、待てよ。グーフィー、待てよ。イブ、ここにいたの。あら、もしかしてこれを見てたの。すごいわね、これ。人の心を表してるんですって。イブの心にも綺麗なバラが咲いてるかな。ねえ、イブ、一緒に回りましょう。向こうとかまだ見てないでしょ。イブの気に入る絵があるといいわね。ああ、終わった。なんか、
実際にプレイしてみてね、まあ思ったことあれですね、なんか悲しいというか切なくなるというかね。またこの BGM がね、この何ですか、この悲しみをこう込み上げさせるみたいな、まあうまく言えないんですけどもね、まあ、結局メアリーはねちょっとまあぶっ殺してしまいましたが、そうでもくよくよしちゃってしょうがない、メアリーはね敵だったのかもしれない、もしかしたらこれ違うエンディングがあるな、あの時お母さんの手を掴んでたらバッドエンドだったのかもしれないな、ちょっとお母さんの手を掴みに行こう、いやそれにしてもギャリーみんな記憶なくしてたな、まさかあんなことになるなんてな、クリアデータをセーブしますか、はい、じゃあ6番にセーブします、おい、また最初からかよ、特に何もねえなよっしゃ、さっきのよ、さっきのとこやらなきゃダメだろう、まだ全部見てねえんだよ、あ、ミニー、イーブ、やっと見つけた、もう探したのよ、ダメじゃないかってにこんなところまで来たんだ、ほらお父さんも向こうで待ってるわよ、行きましょう、イーブ、じゃあな、グフィー、イーブ、後ろの人についていったらダメよって何回も言っちゃったね、ほら、ここの上いいよ、大丈夫だから、イーブ、お母さんの言うこと聞けないの、後ろの人についていったらダメよ、もう二度とお母さんとお父さんに会えなくなっちゃうわよ、イーブ、ほら引っ張ってやってあげるわ、だからおいで、だからちょうだーして、イーブ、じゃあなグフィー、お前どうさらばだ、お母さん、え、ちょっとどこ行くのイーブ、ね、イーブ太郎、イーブ、こうしてイブの姿はいなくなってしまった、これが現実だったのか夢だったのかはギャリーにはわからないことであったとかいうナレーションしてみたんだねおいマジか、この後の展開ねえのかよ、一人ぼっちのイブ、なるほどな、まあそういうエンディングがあるわけなんですね、まあ、どうでしたか皆さん、イブですね、これでクリアできたと思います、まあ悲しいようなね、切ないようないろんな気持ちが今の僕の心にはあるよ、みんなの心にもきっと綺麗なバラが咲いてるんだと思う、え、僕の心にうるせえうるせえよ、それじゃあね、次回どんなゲームをやってほしいかみんなリクエストしてくれよな、それじゃあまたどこかで会おう、じゃあな、見てくれてどうもありがとう、楽しかったよ。